どうぞ。お邪魔します。はい、どうぞ。あ、決まりはい、今日はお友達のレイカのお家にお邪魔したいと思います。素敵なお家なので、皆さんもゆっくり見ていただけたら嬉しいです。ショップで買ったの。かわいいの。おしゃれ、ね、こういうのに入れたらおしゃれだよね。うん、マスクスプレー。これはマスクスプレーで、うちのブランドで今ね、ノベルティでサンプルなの。なんかあの、ね、マスクにすごいいい匂いで、そうそう。あ、いい香り。いいでしょ。うん、いい香り。感じで。あとね、これなんか、うん、あ、これは何？靴箱。靴箱？いいよね、備え付けってことだよね。そう、もうこの家はね、結構ね、収納ほとんど備え付け。あ、それすごいいいね。じゃあちょっと早速、こっちの部屋にお邪魔しようかな。はい、よいしょ。お邪魔します。はい。ここもすごい可愛い。これも備え付けの家具ってこと？そう、もともとついてる棚。いいね、食器とかもめちゃくちゃ可愛いし、お店って感じ。ね、どっちかというとそういう感じでディスプレイしてって感じ。ディスプレイ的な気持ちで並べてる。え、いつもさ、食器とかってどこのら辺のお店で買うの？セレクトショップとか、ね、器屋さん。あとね、なんか旅行行った時とかに各地で買ってる。あ、わかるわかる。私も旅行行った時に1個だけ自分へのお土産で買ったりする。そう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 。そしたらなんかお皿使いながらその思い出もね、めっちゃわかる。そう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 、いいよね。あとこれはもう色で分けてる。へえ。黒と茶色と白と、うんうん、あと青と緑と緑。めちゃくちゃかわいい。もうお店だよね、パッと見たら。でもこれするとすごいいいの、見栄えもいいし、うん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 、あのね、選ぶときも楽だし、直すのも楽。確かに確かに。だから私じゃなくて旦那さんとかもミスらずに直してもらえる。いいねいいね、片付けやすくてしかもおしゃれですね。そう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 。この下とかもあれ、収納、収納というか食器系を入れてるの？この下はそう、なんかあの小鉢とかお茶碗とかここに入らないになってしまってたり、あのね、普通にあのチラシとかあるよ。あ、そう。じゃあここはちょっとリアルな感じの。そう、リアル日用品、あとティッシュのストップとか。あ、なるほどね。そういうの。え、この部屋のなんかテーマとか決めるの？お部屋作りの時とか。いや、テーマ決めてる。なぎさんちのテーマ何？え、うちはなんかあんまり木を使わず、うんうん、木はテーブルの木だけで、はいはいはい、ちょっと無機質みたいな感じ、はいはい、スタイリッシュみたいな感じをテーマにしてる感じ。うんうん、出てますわ。出てますか？うん、出てるわ。うちの場合は、まあ、賃貸なのよ。うんうんうん。レイさんの場合とかなんかあれも建ててんだよね。うん、注文住宅だからなんかできるけど、うちの場合は賃貸でなんか限られてるからできるところが。この家はまあ広いし、うん、あのまあ、こういう備え付けの収納もめっちゃあるし、うん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 、で結構日当たりもいいし、なんか気がいい感じがしたから、うんうんうん、すぐ決めたんだけど、うん、割とこのウッドの質感が重くて、うんうん、特徴的だよね。そう、この床とかはもともとこの柄だったのね。うんうんうん、かわいいよね。でこの床は柄かわいいと思って気に入ってるんだけど、うん、なんかね、それ以外のところも結構この壁とかもウッドだったの。これも全部この色、この色だった。あ、この色だったっけ。うん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 。ここもなるほどね、なるほどね。でもちょっとでもなんかそのちょっとあんまり私もキー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 しすぎないようにはしたかったから、これは剥がせる壁紙を切って貼ってる。貼ったってこと。そう、ここのドアも。じゃあこれはもう賃貸でも修復可能な。そう、一応。へえ。あとね、
あ、まあ、あのリビングのところって言ってもいいんだけど、これとか、あとリビング の, あの全体のこれ、ここって幅木って言うんだけど、ここ。あ、そこも全部白にしてるってこと？そう、マスキング、幅木を色変える用のマスキングテープって売ってるの。へぇ、楽天とかで買えるんだけど、うん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 、それを貼って、だからできるだけちょっと白を入れようと思って、ね、シュッと見せるためにっていうのはやった、考えて。だからさっきのこのこことかもやっぱテーブルとかこういうセットってウッドが多いじゃん、うんうんけど、あえてこういうちょっとモダンなミッドセンチュリー的なやつを置いてなんかバランスとってる。じゃあもともとこの家にあった木っていうベースを少し抜け感というか明るさとスタイリッシュさをモダンさをプラスした抜け感っていう感じ、うんうん、モダンさ、ヴィンテージとモダンの、わかりました、テーマ、はい、ヴィンテージとモダンのミックスです。そうですね、これです、おしゃれです。こういう絵とかはすごい素敵だけど、どこで探してくるの？これはね、これ中瀬萌えさんっていうアーティストの方の絵で、最近買ったの。本当1ヶ月まだ経ってないぐらい、うん、いいよね、すごい素敵。え、そういうのインスタとかで、インスタとかでかな。あと、まあ、中瀬さんのはもともと好きで、何回か個展した時に見に行ったりしてて、んで、なんか今回はこのサイズとなんか色味とかすごい好きで、あ、なんかちょうどあそこに飾れるかも。なんか基本は飾る場所が見つかったらものを買う。じゃあちゃんと買うときにここに置くってイメージが湧くものを買うってことだよね。そう。だからその中瀬さんの絵を実際、まあ、インスタとかで見て実際見に行くときも、もうここの写真と、もう一個寝室のここ置けるかなっていう写メを撮っていって、あ、で実際照らし合わせ、いけそう、いい感じ、合いそうとかっていうのを結構細かく全部、ね、インテリア考えるとき全部もう引きで考える。あ、じゃあこの点でこれ可愛いだけで買わずに、そう、あの空間にこれをこう置いたらこのバランスですごく素敵になるから、うん、これとこれを買おうみたいな。そう、これも金買うときにこれ、このまだ何もないこの部屋に置いたらどうかなっていう写真撮って全部っていうのを全部やってるかな。だからまとまりがあるというか、こう空間的にバランスがすごいいいんだよね。それもあるかも、うん、だからそうね、なんか物だけを見てっていうよりかは、うんうん、物が可愛いと思っても例えばなんか今うちだったらもうここガラスのコップ、割ともう埋まってるから、うん、もう結構これで綺麗に収まってるから、うん、なんか外で可愛いのを見つけたとしても別に、あ、足りてる、うん、もう買わなくてもないとか、よっぽど欲しいやつはそれを入れて代わりにこれをなんかもう友人に譲るとか、うん、でこう無駄にいっぱい集めたりしないかも。いいよね、その方が物に溢れて、こう溢れすぎるとさ素敵なものも埋もれちゃうじゃん、うんうん、からこう物を大事にするっていうのが現れた、ね、暮らしですね。ありがとうございます。今ではね、引っ越してこういう棚が置ける場所ができたからそういう感じになったかも。前はね、結構それがあって、ぎゅうぎゅうにお皿詰めたりしてたから、家が今より全然狭くて、で、似たようなものを買ってきちゃったりとか、そういうのが結構あった。そうだね、じゃあ暮らしをこう綺麗に整えていくことで、本当に必要なものだけ買う生活も手に入るっていう感じだよね。そうです、そうです。でもこれとかもだし、うん、それとかもだし、うち、ん、にあるそのアート系とかは割と抽象画、とかが多いかも。確かにね、主張しすぎず、なんかいろんなものをこうと馴染むっていうか。そうかも。でもなんか壁にアート飾るのは、私も外国のお客さんとかにすごいおすすめしてる、したいから、なんかまあでも何買えばいいかわかんないけど、うんうん、まあ、普通にこういうなんか抽象的なものだったら飾りやすい、うん、うんうんうん、確かに。あと飽きなさそうだよね、うんうん、こう主張しすぎないからですね。このテーブルとランプは、これはね、うん、前の家から使ってたジョージ・ネルソンっていうデザイナーのバブルランプ、うんうんうん、
素敵だよね。あるよね、結構。でもあえてすごい大きいの選んでない？大きいかな。リアルでいいよ、リアルでいいよ。バブルランプ、大きいのね、大きいんですよ、うん、そう、だって普通のよりは大きいよね、サイズが。あえて大きいの選んでるってこと？そうなのかも。いや、なんか、うん、自分では別に大きいと思ってない。あ、そう。本当この部屋も結構広いけど大きく感じるっていうことは本当に大きいんだと思うよ。まあ大きいよね、多分普通の家では選ばないサイズ感なんだよね、お店とかじゃないと。ただ、なんだろう、大きい方が、それなんかでも他の人にも言われたわ。あ、本当？うん、大きいの、大きい家具を選ぶねって。あ、でも大きい家具選ぶの好きなんだよね、多分。変にでもデザインとかだとさ、余白がおしゃれとか余白が好きだったりするじゃん、うん、でもやっぱ家具はこう、なんかそうじゃない。でもなんかこの余白、なんだろう、この切り感でだからなんかね、でも日本人って思うんだけど、うん、日本人ってちっちゃい家具買いがちだよね。あ、そうかも、そうかも。そこに、あのなんかね、ちょっと足りないと思う、勇気が。あ、じゃああえてこう大きいのをドンと、家具とかはなんかその細々買わずにちゃんとポンポンポンってアクセントになるものを買って、うんうん、その代わり他のいらないものはそんなお金、うんうん、なるほどね。そのこまこましたものが汚れ、汚れっていうか散らかって見えるから、か、うんうんうん、なんか木とかも大きいものをポンって置いた方が、うんうんうん、多分メリハリがつく気がする、うんうん、そうだね、確かに。大きいのにちょっと抜け感があったりとかするかもしれない、空間に。素敵。え、なんかちっちゃかったらちょっと弱いじゃん。うん、弱い。このぐらいの勢いの良さがおしゃれにつながるってことか。そう、それはあるかも。でも思ってるよりも大きいのと勢いのあるやつ選んだ方がはなんかなんていうの、普通よりも普通ありがちにならないからおしゃれに見える。あ、ポイント。それは絶対あるかも。ポイントって載せたいよね。え、このテーブルは？あ、テーブルだからこれ、これって低め。低めね。そうだね、確かに。低めだね。うん、それもちょっと海外の画像とかよく見てるからかも。そうだね。海外のところ結構テーブルの割と、もうこの辺とかにあったりもするもんね。そういうバランスが好きか。かわいい。私もそこ好き。え、このテーブルは海外で買ったの？これは日本。確かに。あ、日本なんだ。これはもうね、これも、なんだっけな、なんちゃら、かーちゃんの、うん、デザイナーの、うんうんうん、なんとかさーりね、うん、わかるわかる、チューリップチェア、チューリップチェアと、チューリップのね、うん、はい、なんだけど、かわいいね、これは、ね、セットで、うん、結構安かったの。へぇ、日本のヴィンテージショップ、どこの？ロッカ。あ、ロッカ、私も見てる、ウェブストアで、うん、ロッカで買った。いいよね、すごい品数が豊富で、あそこはね、高すぎずいいよね。いいよね、うんうんうん、素敵。じゃあ皆さんも要チェックなサイトですね。うん、いいと思います。テーブルとかちょっと大きめのもの買うときいいと思います、うん、はい、リビングに行きます。はい、リビングもほんとほんとおしゃれだよね。ありがとう。おしゃれおしゃれおしゃれ。なんかまたさっきの空間とはちょっと違うというか、少し温かみがある気がする、うん、そうかもね。ポイントは？ポイントは？ポイントね、なんだろう、空間どう？ポイント、ポイント、あのポイントあれかな、でも質感、うん、質感、質感を私がなんか部屋考えるときに意識するのって、うんうんうん、素材の質感、素材の質感、うんうんうん、ここもなんか、まあ、ダイニングはもう結構大きくて、うん、このウッドにしたから、うんうんうん、あれとこのテレビ台、うんうんうん、テレビ台はもともと前の家で使ってて、うん、友達に作ってもらったやつだから、へー、オーダーメイドだったの？そうなの。へー、これはもうこれをまた持ってこようと思ってたし、うんうん、ダイニングセットはウッドにしたから、うん、なんかそれ以外のもの、あとこのソファーも前の家で使ったものを、そうだよね、前からあるよね、そう持ってきたので、これがもう結構さ、うん、黄色いで茶色いじゃん、うん、ほんでなんか前の家は床とか黒っぽかったのよ、うん、から
なんかまだマシだったんだけど、この家に来たらなんかよりちょっとチャーになっちゃうかなと思って、だから買い足すこういうここのこのローテーブルとか、このデスクとか、レザーの椅子とか、照明とか、をできるだけこういうなんかガラス系の質感にしたりとか、まあ、磯貝みたいな、そう、素材をミックスする感じにしている、で、全体のバランスがほっこりしすぎない、ほっこりしすぎないようにっていうのを意識してるかな。ここ前来た時、普通の窓って言ったらあれだけど、賃貸の窓って感じだったけど、すごいこれ印象変わるけど、これはオーダーしたの？オーダーしたの。なんか普通にちょっとだけ開く茶色い枠の窓だったの、なんか格子のガラスがある、それがなんかね、ちょっとね、いつもねリアル感がちょっとあったよね、なんかねおしゃれな空間の中に、映えなかったの、だいぶこれは映えるなくて、ここなんかなりませんかねみたいな、まあそもそも何あの賃貸で現状回復できる範囲内だから、どういうのができ、まあそれもスピンタレストとかでよく画像いろんな集めて、それをうちの店舗とかを内装やってもらってる知り合いにちょっとずつなんか変えてもらう、これなんかこういうガラス窓の画像をその人に送って、こういう感じにしたいんですけど、なんかできる範囲でできないですかって聞いたら、やってくれた、じゃあこれは作られたものを貼り付けてるってこと？なんか、ね、そう、パカッてはめてんの、はめてる、だ、取れる、取れんの、あ、このだからもうこの 枠から作っていて、じゃあもう変な話、大きなアートみたいな感じ？そうかも、わかりやすいわそれ、この額にタイルをはめたものを、よいしょって、そう、で現状回復できるんだ、そう、私はねその貼る方までは詳しく知らないんだけど、それこれでだいぶね変わった印象、すごい変わった、なんかもう全てがおしゃれ感が増したしね、ね、これすごい知りたかったの、どういう仕組みなのかなって、そうなの、あとなんかねこの縦長のタイルも、これ海外製なんだけど、日本でもやっぱ四角のブロックの方が多いらしくて、確かにその辺もこだわりポイント、いいね、ここもなんかやっぱ可愛いよね、空間が、そうね、これ好き空間、好き空間、子供、ちっちゃい子供がいるけどさ、こういうさ瓶というか割れ物とかさ、こういうのってさあまり気にせずに置いてる感じ、置いてる、なんかこれを直したら負けだと思って、でもよっぽどもう無理だってなったらどけようと思ってやってきて、案外いける、いけた、案外いけたかも、触るんだけど、もちろん、触るけど今までそんななんかこれをボンって投げるとか、危なそうなことはそんなになくて、もともと日常にあるからなんとなくママがこう危ないよっていうことに対して分かってるんだろうね、なんかでもどっちかというと慣れさせるという戦法、ね、あ、ここもなんかもう見飽きるぐらい当たり前にこれがありますっていう感じの戦法で今のところいけたっていう、なるほどね、今ゆばりは1歳、もうちょっとで5ヶ月、1歳5ヶ月か、一切5ヶ月でこう触らないんだったらもう大丈夫な気がする、いけそうな気がする、この植物も可愛いよね、こういうなんか、入れ物に入れてるけど、そう、一応鉢がね、これ普通につるし系あったのよ、つるし系のやつをもう横にしてってこと、ボンって置いたっていう、へえ、おしゃれ、なんか、まあ、ちょっとね、上にあるといいよね、確かに上に吊るすのでもいいんだけど、なんか吊るすとやっぱこの辺も可愛い吊るすやつにしたくなるんだよ、でもなんか棚の上は割とデッドスペースだから、ネボンって置いたら割とそれはそれで可愛い、この棚もね塗ったの自分で、あ、白だったってこと、茶色だったの、茶色だ、全茶色だ、この色だったのを中を塗ったと、そう、これもやっぱねちょっと茶色の面積減らしたかったから、妊婦の時に時間があったので、これマスキング貼って、普通に白ペンキでわーって塗って、
結構さ職人的なこと好きだよね。そうなんです。細かい作業好きだよね。そっち気質なんだよね。黙々とやるのがね。そう。でもだからあるものをこう好きなものを買うだけじゃなくて、もう少しこうしたらいいなって想像ができるものを買って自分で工夫していくっていうこともするってことだね。そうでございます。はい。家もそうさ。家もそう。うんうんうん。でもこの状態から多分その内見とか言ってる段階で想像して、うん、あそこは変えれそうとか、あそこもちょっとよくできそうなのを想像しながら選ぶ、うんうん、それだったらここいいなみたいな、うん、じゃあ完璧を求めるっていうよりはベース素材としていいものを見つけて、そうねっていう感じかな、うん、なんかここはもうどうしても変えられない、うん、何か自分の嫌なポイントとかがあるところはもう、あじゃあここは無理だよって、うん、ここはいけそうって言ってもらうのか、これの棚とかいいよ、うんうん、確かにヒストっていうヒスト、うん、マクロ町にある、うんうんうん、週末だけ開ける、わかるわかる、インスタフォローしてる、あそうそうそう、あそこでね7000円、7000円、うん、うち結構ね、うん、高いものと安いものがミックスしてる、入れ混じってるよ、これも1万2000円へえー、安いでしょ、あこれってレイカのお店でじゃない、うん、こういうのなんか壁に飾るのってるよね、プライベートでも1万2000円なんだ、これは何どこで買ったの、ブランドのも、これはね、うん、城山っていう、これもアンティークショップなんだけど、城山それもめちゃくちゃおすすめ、その店群馬にあるの、あ高崎、あ行ってたね、なんか、うん、ここはね、ほんとね城山さん、そういうアンティークっていうか、なんかヴィンテージのもの好きな人は絶対におすすめ、安いの、安いんだ、安いしセンスいい、行きたい、これ見たら行く人増えるんじゃない、ね、行かないでほしい、行かないでほしい、逆にここもね、ちょっと不定期なのよ、あ、そうなんだ、開くのが、うん、だからそれ合わせて、うんうん、結構ね、あるよ、あの群馬の高崎行ったら内田商店っていうあのジャンティークの人がやってるめっちゃでっかい古着屋があって、うんうんうん、そこ行って、でこの城山近くて店が行ってっていうコースがね、結構古着好きの人とかでは割と定番の、ね、なるほどね、いいこれもそこで買った、へこれもこの、あ、じゃあ結構これとかもね、2000円とか、へめちゃくちゃいいお買い物するね、でしょ、うん、これとかもそこで2万円ぐらい、珍しいけど安い、かわいい、そうなんだ、ここ来たついでに、これはあれだよね、ワンちゃんコーナーだよね、別のなんかワンちゃんコーナーでもこうちょっとやっぱおしゃれ感というか生活感が出にくいアイテム揃えてる、一応そうかもね、なんかまあだってもうトイレとかもそうじゃない、なんかありがとうございます、細かいこだわりに気づいてもらって、すごい、でも細かいけどめちゃくちゃ大事じゃない、ここだけリアルより、なんか一番ね、まあ、一番なんかこの透明でまだ馴染む、うん、馴染むのと、一応もっと細かいこと言ったら、このトイレシートも、なんかトイレシートってこう水色のさ、ちょっと多いよね、青じゃないね、そうなんだ、ここも置いてて嫌じゃない、白をわざわざあーなるほどね、買ってます、買ってるのね、はい、こだわりポイントね、そういうとこ、私がやっぱね、美しいビューに囲まれて過ごしたいの、うんうんうん、でも大事だよね、いつも毎日いる空間だから、うん、いやそうなの、だからそこにはね、私はね、もうその探す時間を厭わない、うんうん、なるほど、でも、うん、これとかも、これとかも前の家から使ってる棚で、うん、これとかホームセンターで600円ぐらいなの、へー、このブロック、うん、600円の4つ買って、うん、でそこにガラスはだからこれ前の家で前の家の長さに合わせて空いてるスペースに合わせて買ったやつなんだけど、オーダーで好きな長さっていうかもう好きなサイズ、うん、でネット通販で頼んでもうすぐ、えこの上のガラスが、そう、あオーダーできるんだ、もうすぐできる、へえ、それは普通にネットでガラスオーダーみたいな感じ、そうそう、ガラス板オーダーとかで調べたら、そう、そしたらもうそこすごいから、こういう板はもちろんできるし、こういうさガラス天板、うん、も頼めるの、頼める、余裕で頼めるよ、へー、でそういうガラス天板するように厚みとかこの危なくないカットとかも全然選べるし、
だから あれで1万円ぐらいだから。あ、そうなんだ。調べてみよう。じゃあ質感もいろいろ選べる。え、ちなみに このテーブルはそれじゃないよね。これはテーブル自体であったんだけど、なんかうちの店舗とかでも使ってるけど、うん、こういうさでっかい植木鉢、うん、うんうんうん、これとか、これはまあなんかヴィンテージで高かったんだけど、普通にさ、まあ5、6千円で、うんうん、好きなデザインの大きめの鉢買って、それにガラス天板をオーダーしてボンとこだけでも、うんうんうん、十分テーブルにできる。そっか、なるほどね。いいこと聞いたいいことそっか、ガラスをオーダーするっていう発想なかったけど、簡単にできるんだね。簡単にできる。あとなんかここにね、天板置くときにちょっと滑らないようにするゴムとかさ、うんうんうん、ちっちゃいの売ったりするから、ホームセンターで、うんうん、そういうのもね、できればできますよ。安く。はい、ここは最高。ここはね、サンルームです。あったかい。ここすごいいいの、お昼、日差しが入ってあったかいの。もうお昼寝したいね、ここでね。ここでこうね、よくね、うんうんうん、よくっていうか、まあちょっと子供生まれてからそんなによくはできてないんだけど、うんうん、こうやって私はここで漫画を読むの。もう絵になるんだけどこれもヴィンテージの家具？そう、これも、あ、これはね、そのさっき言った、うん、あの群馬の内田商店の方で、うん、これもね、いくら、うん、2万円くらいだったかな。へー、この椅子は激高なの。そうだよね。そう、かわいいよね。でもやっぱりいいものをさ買うと長くさ、それこそね、10年、20年ずっとさ、そうだよ、使っていける感じ。そう、これはでもヴィンテージショップで買ったんだよね。そう、これはね、なんでこのジャンヌレの椅子をこう、うんうん、定期的に、なんだろう、展示っていうか、オーダーしてるところのに行って朝一並んで、うん、並ぶんや、並ぶ、定価は並ぶんや。私そういうの並ぶタイプだよ。サンプルセールとかも朝並ぶ並ぶ人だってこれをね、もうね、気に入って思いついて買いました。すごいかわいい。いいよね。私も少しずついい家具を揃え始めた。うんうん、なんかのびさんちいっぱいあるじゃん。なんか育てていくみたいなね、うん、ちょっとなんか家具って大きいから、なんか処分するのもやっぱり大変だし、うんうん、結局買い替えなかったりするから、そしたらね、本当に使うものとか気に入ったものを少しずつ頑張って揃えていくっていうのをしたいなって、いや、ここ数年思ってるからね。私も椅子とか、うんうん、照明大好きだから、こういう椅子ね、いっぱいね、いい椅子買いたい。幸せ眺めてると。最近さ、ちょっと大物の照明を買ったんだよ。何？オーダーしてるんだよ。へえ、楽しみ。フランスから届きますよ。また夢やつ。こっちもこっちはひばりのおもちゃだよね。はい、こういうちょっとおしゃれなお家にもプレイスポットは子供の。そう、この辺、これね、うん、結構遊んでくれてよかった。でもこれはなんか子供用だけどさ、やっぱ色合いが可愛いよね。なんかね、一応合うように。これアマゾン限定色だった。あ、アマゾン限定色、うん、へー。ブランドなんだっけな。ジャングルいや、でも結構有名な、よく出てくる、うん、なんとかかんとかなんだよね、これも、うん、なんとかかんとかっていう、このジャングルジム作ってるところので、結構色もあるの。グレーとか白黒とかの色もあるんだけど、これはこのナチュラルな色はアマゾン限定。素敵です。もうお水っと入れる最高。これね、あのなんかこの辺に適当におもちゃ広げて、うん、昼間そう子供たちが遊んだり、友達来た時とか、うんうんうん、いいね。素敵、気持ちいい。今回はリビングダイニングを、見させてもらったんですけど、次回はまた違うお部屋をご紹介したいと思います。はい、それではまた。